私は今中山公園のチャンニンルー、クエシェンルーの交差点にいます。このままですね、チャンニンルーを向こうの方に歩いていきたいと思います。方角で言うとどうなんですかね、東の方へ行くんですかね。向こうであと方角を確認したいと思います。そうですね、東の方に歩いていきますね。これをこっちの方です、東の方へ行きたいと思います。ついそこの交差点までは行ったことあるんですけどね、さらに向こうこのチャンニルはあまり歩いたことないので歩いていきたいと思います。ここはカルフールがあるビルで結構賑やかですね。この中山公園も何回も撮影してるんですけども、まあ私がこの YouTube 撮影始めたのがちょうど、まあ、今回の新型肺炎が始まってすぐぐらいなんで、そこからはだいぶ人が増えて本当普通の街に戻りつつあります。まあ、中国は多分世界の中で一番先に戻っていますね。本当に感染者の数が全然出てないの、増えてないのかどうかは分からないんですけど、経済に舵を切ってもう経済中心に動いてるのは確かです。あ、そういえば今日ツイッターの人から教えてもらったんですけども、中国で白酒ですね、白いお酒、まあ、50度ぐらいあるお酒なんですけど、春節の時期に飲むお酒、まあ、もしくは誰か接待する時とか、まあ、宴会の時に飲む50度ぐらいのお酒があるんですけども、マオタイ酒というのがありまして、貴州省にあるマオタイというところで作ってるマオタイ酒という会社がありまして、そこの白酒は本当めちゃくちゃ高いです。一番高いやつでも1本1万元ぐらいとか10万以上とかします。まあ、そのお酒を作ってる会社の今年の1月から3月の決算が出てました。私も一応ちょっとツイッターの人に教えられて決算書見てみたんですけども、 17% ぐらい増益でした、この1から3月ですね。ただまあ1から3月の決算なので、今年の春節が1月あれ24号ぐらいですね、春節があって、まあその前にお酒は販売されてます、売り上げが立ってます。そしてまあ春節中もある程度売れたんでしょうね。 17% 増益っていうのはかなり驚きました。ただまあ4、5、6月の決算はどうなるかはまあ分からないですけども、すごいなと思いました。でそのマオタイ酒なんですけど、私いつも思うのが、普通の企業と違ってまあ本当素晴らしい会社だなと思いますね。というのは、物がお酒作って売れなくて在庫抱えても全然不良在庫にならないんですよね。古ければ古いほど売酒の価値は上がるので、売れなくて困ったらそのまま置いとけば資産価値が増えていくんですよね、在庫の価値が。すごいと思いますね。まあマオタイ酒以外にもいろんな白酒作ってる会社はあるんですけども、やっぱりマオタイ酒のブランドっていうのは圧倒的ですね。あ、ちょうどここ中山公園のここにはニトリがありますね、このビル。まあ、私も一度買い物には来たことあります。まあ、マオタイ酒は完全に国営企業ですね、中国の。上海の A 株という市場に上場しています。株価もすごい上がってますね。あれ、ここは何ですか、自動販売機ですか、これは。ただどうやって開けるんですか、勝手に開けれないですよね、これ。あれ、開けれます、店の人にお金払うんですかね。自動販売機じゃなくてここで
ただ商品を取ってうちの店で多分払うんですね。でも本当圧倒的なブランド力があれば強いですね。まあ、コカ・コーラとかもブランド力があるんですけども、コカ・コーラとか作って古くなるとやっぱり賞味期限が来て売れないと思います。ただワインとか焙酎の方は古くても売れるのでそれはいいですよね。ただこのチャンネルこの先ちょっと工事やってるんで、景色としてはしばらくこの工事の区間は面白くないかもしれないです。この前の交差点はディンシールーですね。ディンシールーは一度動画にしてアップしてますのでよかったら見てください。チャンニンルーを行くには一旦こっちに渡らないといけないですね。ここはなんかホテルですね。なんか YouTube のコメントにもこのホテルに出張でよく泊まってるという方から書き込みがありました。私上海に住んでるのでホテルに泊まることがないので、どういうホテルかっていうのはあまり詳しくはないですね。ここは遊園ルーですね。この遊園ルーも一度歩いてきましたね。ジャンスルーの方からここまで歩いた動画があります。こっちですね、中野公園見るとこのでかいビルがあります。向こうが少し見えてるのがジンシャージャンルーのとこのビルですね。薬局ですね。それにしてもあれですね、新型肺炎の影響で経済が止まってて、いろんな企業が本当売り上げなかったり大変な状況なんですけど、株式市場だけは世界的にどこもアメリカも日本もものすごく上げてますね。金融緩和のおかげですね。株で儲けてる人はいいんですけど、本当実体経済がついてないと非常に困りますね。この信号それにしても長いですね。そろそろ青になってほしいですけど、もうちょっとですかね。まあ中国のあれ見えますかね、何秒っていうのが出てるので、まあ待ってる方も
あと何秒だっていうのが大体わかりますね。今日はどっか撮影しようと思ってたんですけど、どこ歩こうか非常に迷ったんですけど、まあここにしました。ちょっと知り合いでもある方から書き込みがあったんですけど、南ワイタンっていう、ワイタンの南の方ですね、非常に景色がいいと聞いてたので、そこに行こうかなと思ったんですけど、ちょっと体も疲れてたので行くのをやめました。さっき中山公園でちょっと用事があったので、この帰りにそのまま撮影しようということにしました。しかしこれ、ここ工事中だったら、何の工事してるんですか。地下鉄なんですかね。もう地下鉄多分この下に通ってると思うんですけど、ここはまたなんかおしゃれな場所ですね。これシェアオフィスとかあるんですかね。なんかカフェがあって、このビルには一回も来たことないですね。これはちょっと古い感じの建物ですね。これは散髪屋ですか。こっち行ってもいいし、これは何ですか。住宅地ですね。ここはチャンニンルーですね。チャンニンルーを東に歩いて行ってます。ここはレストランですかね。レストランですね。湖北省の料理ですか。町内区委員会と、まあ、政府関係の建物ですよね。上海市町内区人民政府と書いています。ちょうど散歩すると運動不足解消にいいですね。私もジムに筋トレに行きたいんですけど、やっぱりちょっと
の筋トレのマシンを触るのがすごい嫌なので、もうしばらくやめておきます。安市ルート書いてますね。安全の安に東西の際、安市ルート。この道とか全然知らないですね。信号も長いですね、本当。ここは車とか自転車で通ったことありますけど、歩くのは初めてですね。本当今の中国はこのシェア自転車があるので本当便利ですね。どこ行ってもこんな風にこんなところにもほったらかしてるんで、これを拾ってさっと乗ることができます。参入してすごい競争してましたけど、もうみんな撤退していきましたね。残ってるのは本当大手の傘下の会社ばっかりですね。OFO という、あ、これですね。これ私も保証金払って会員になってたんですけど、結局保証金戻ってこなかったですね。会社が倒産しました。今でも自転車の残骸は片付けずにほったらかしですね。まあ最後片付ける余力も会社にはなかったと思います。だからなんか OFO 最初からやり方が悪かったんですよね。最初なんか GPS の自動で鍵が開くのじゃなくて、なんかダイヤル式でこう回すやつで。ダイヤルの番号知ってると何回も乗れるっていうような感じで、これはダメやろうと思ってたらやり方変えて、その後自転車のタイヤも普通に空気が入れる自転車のタイヤにしてたりして、あれはメンテナンス大変だろうなと思ってて、なんか最初から自転車のスペック自体が悪かったですね。
まあ、それだけが問題じゃないんでしょう。まあ、ここはシンフンという物流会社、まあ、日本でいうヤマト宅急便みたいな会社のこれはお店ですね。いっぱい配送してますね。アリババとか PC とかああいうのがあるのですごい仕事は忙しいと思います。ちょうどここはチャンニンルージャンスルージャンスベイルーの交差点です、ね。ジャンスルーはこんな感じですね。この辺は割と賑やかですね。もう一個向こうの交差点行くとさらに賑やかです。中国銀行です。今 ATM を使う頻度というのはもうほとんどないですね。現金自体触らないので ATM 行くことないですよね。まあ中国の一番大きい札っていうのは100元札で日本円でいうと1500、600円です。ですので以前現金の時は結構札束いっぱい持ってましたね。ゴミ捨て場ですね。今4つのものに回収あれですね、回収してますね。生ゴミと一般のゴミと危険物とあとなんだろう、リサイクルできるゴミなんか分かれてますね。最初生ゴミが湿ったゴミと書いてるんで、湿ってるゴミってどういう意味だろうと思ってました。生ゴミのことなんですね。お店とあとホテルですか。チャンニンルも結構長い道ですね。ずっと行くとどこまで行くんですかね。今中山公園からあれ歩き始めてだいたい24分ですね。
ここもホテルですね。88って書いてショッピングモールですね。あの中にアリババがやってる、ファーマーというスーパーがあります。こっちもオフィスビルですけど、お店とか何もやってないですね。ここもホテルですね。可惜死。レストラン。あれ、この交差点はどうなってるんですか。こっちから行けるんですか。この派手な建物は何なんですかね。こっちから行けるんですかね。こっちもショッピングモールですね。前回このショッピングモールの下にあるなんかイタリア料理の店で昼ご飯食べましたが、向こうの方もでも明るくてライトアップされてますね。
すごい明るいですね。あれ、これチャンニンルーからなんか道の名前が変わってますね。こっからあの交差点で道の名前変わったんですかね。マンションですね。なんか木が生えてて綺麗ですね。散髪屋です。今多分夜の9時過ぎてるんですけど、まだ散髪屋が営業してますね。日本だと大体9時過ぎるとなかなか散髪屋ってやってないですよね。あの辺はレストランですね。ラウンジって書いてますけど、営業 してなさそう。してるんかな、よくわからない。これスタバです。あれ、恵比寿食堂って書いてるんですけど、日本料理屋ですかね。ここ歩くのはおそらく初めてだと思いますけど、ここは住宅地ですね。どこの道とのこの辺なんですかね。全然わかんないです。との交差点。チャンニンルーじゃなくて、日常
体の名前が変わってるんですよ。いまいち発音がわかんないです。チャンニングだと思っていましたけど、また派手ですね。おそらく蘇州川を越える橋ですかね。すごいライトアップされてます。またでかい交差点ですね。喋りながら渡ってるといつの間にか他に行ってしまいました。こっちは工事中ですね。こんな感じ。あの橋しかしすごいライトアップされてます。こっち行くとなんかちょっと暗い感じですね。工事なんですか、ね、地下鉄なんですかね。向こうの方行くとちょっとだんだん暗くなるような感じはするんですけど、方向的にはそんな田舎に行く方向じゃないんで、地下鉄の駅がありますね。13号線のウニンルーですね。13号線自体あんまりなんかよくわかんないですね。とりあえずもうちょっと歩いて行ってみます。なんかこの間地下鉄乗ってるとマスクしてない女の人が駅に入ったらダメって言われて拒否されてました。ただその人はいやマスクなくしてしまったって言ってたんですけど、どうしたんですかね。この辺で買うって言っても、まあ売ってるかもしれないですけど、マスクなくすと大変ですね。私も一応予備に何枚も持ち歩いてますね。このマスクもずっと一日同じのつけてると余計なんか病気になりそうなので変えていかないといけないですね。あ、でもあそこのビルとかスタバとかあるんですね。なんとなくスタバがあるとちょっと安心しますね。で、まだスタバでアメリカのビヨンドミートっていう会社が作った人工肉のメニューを食べたんですけど、まあまあ美味しかったです。ただ肉入ってるかどうかっていうようなあんまり味はしなかったんですけど、ただそのメニュー自体は美味しかったです。豚肉の人工肉ですね。一応なんか高タンパクと書いててタンパク質が入ってるみたいですね。なんでかここライトアップされていますね。こんな時期に何のためのライトアップなんですか。マンションですね。
このライトアップないとここちょっと薄暗い感じですね。本当上海の夜明るくなったんですね。私が上海来た15年ぐらい前の時は本当どこ行ってもなんか薄暗かったんですけど、だいぶ変わりましたね。あとバスも交通カードがあったんですけど、なんかバスの運転手ともう一人車掌みたいなおばちゃんがいましたね。その辺でおばちゃんがお金を集めてましたね。あと交通カードをピッていう読み取りもこれおばちゃんがやってましたね。今そんなおばちゃん乗ってるバスってあるんですかね。これラッキンコーヒーですよね。粉飾決算で今注目のラッキンコーヒーです。ちょっと寂しい感じがしますね。でも方向から言うと中山公園からこう歩いていくともっとこうなんていうんですか、ワイタンの方に行く方向なんで都会には歩いてるはずなんですけど、なんかちょっと寂しい感じがします。建物も結構古いですね。まで歩き出して43分ですね。おそらくまあ1時間歩いて5キロぐらいですから、そんな大した距離は来てないですね。遅い時間までやってますね。上海でも本当道の通りによって全然街の雰囲気が違いますね。なんとなくですけどこの辺に住むのってちょっと嫌な感じですね。日本料理屋もないし、なんかこう寂しい割にはなんか騒がしい感じもあり、
ダメだよ、そうだね。ちょっと気持ち悪い。なんですかね、ここなんか、なんというかちょっと柄の悪い感じがしてるんですけど、気のせいですかね。もうちょっと向こう行くとまた明るくなりますね。なんかちょっと暗い感じの、なんていうんですかね、柄の悪い雰囲気は嫌ですね。気のせいなんですかね。これどこの交差点ですかね。ジャオジョールー、ジャオジョールーですね。まだ難しいあれですね、読み方ですね。これです。全然この辺来たことないですが、初めて来ました。車なんですか、これは。すごい車です、ね、フェラーリですか。紫の塗装ですね。ちょっとここ明るい感じがありますね。古
段上海に住んでても本当一部のとこしか行かないので、ほとんどのとこは知らないですね。道にこういうなんか風俗というか売春のカードが落ちてますね。今時あんな上海であるんですね。まああるっていうのは店はあるんでしょうけど、そういうカード配ってるっていうのがなかなかね、上海では珍しいと思うんですけど、やっぱりあのヘンシャンルーとかああいうところとかすごい住みやすそうですけど、なんかこの辺とは雰囲気が全く違いません。あ、でもここチャンドゥール、7号線の駅、もうちょっと行ってみますか。このマンション、こうビルがあって、この横を見えますかね、なんか岩みたいになってるんですよ。岩みたいに売ってるんですよ。あ、なんかここ見たことありますね。すごいでかいですね。ちょっとこのまま行くのもあれなんで、こっち行ってみますか。そう、地下鉄の駅やったらもうそこで地下鉄乗って終わりたいと思います。さっきのまあ7号線かの駅でもいいんですけど、これはビルの建設中です。あ、ここに、これって地下鉄の駅ですか。7号線、13号線、この辺で終わりたいと思います。なんかあまり目的もなくチャンニングを歩いてみようと歩いただけなんで、あんまり面白くなかったかもしれないですけども、そうですね、今度その南ワイタンの方の夜景を撮りに行きたいと思います。地下鉄今でもやってるよね。あんまり時間が遅いともう地下鉄終電になってしまうんで、あれですね。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。